私たちの言語練習チャンネルへようこそこのビデオでは日常のさまざまな会話を通じてリスニングとスピーキングのスキルを向上させます英語の字幕が利用可能で YouTube 設定の自動翻訳機能を使用して簡単に現地の言語に切り替えることができます毎日一緒に語学力を練習しましょう レッスン1やりたいことリストの冒険やああんな山の中にある素晴らしいハイキングコースについて聞いたところですそれはすごいですね必ず訪れたい場所のリストに加えますがっかりすることはありません息を呑むような景色が広がるはずです 想像することしかできません自然に囲まれるのが大好きですとても爽やかです絶対にさらに日常生活の喧騒から解放される素晴らしい方法ですはい、屋外で時間を過ごすと本当に頭がクリアになることがわかりました こっちも一緒。やりたいことリストに他に場所はありますか私はします。グランドキャニオンに行って夕日を見たいです。素晴らしい選択ですね。峡谷を背景にした夕日の色は素晴らしいでしょう。その通り。写真を見ましたが。 まるで絵画のようです。そこに行ったことはありますかまだではありませんが、間違いなく私のリストにも入っています。その広大さを直接体験してみたい。旅行の計画を立てるべきですよ。このエリアには素晴らしいハイキングの機会もあります。それは本当だ。 グループ旅行を企画して一緒に探検することもできるかもしれませんそのアイデアが大好きですその経験を友達と共有するのも楽しいでしょう絶対に良い仲間がいれば冒険はいつももっと楽しくなりますレッスンに食料品の日。 ねえ、アンナ、後で店に行くよ。何か必要なものはありますかもちろん。牛乳はどのくらい必要ですか 1>, 1リットルもあれば十分だと思います。朝はシリアルに牛乳をかけて食べるのが好きです。いいですね。私は通常アーモンドミルクの方が好きです。いい香りがします。 アーモンドミルクがおいしいスムージーに入れてみましたがとてもびみしかったですはい重すぎずにクリーミーさを加えます他に食料品は必要ですか果物と野菜も取らなければなりません生鮮食品は欠かせません絶対に。 今週はサラダを作るつもりです。あなたはどうですか色とりどりの野菜をたっぷり使った炒め物を作ろうと思っています。うん、それは健康的で活気に満ちた響きです。入れたい好きな野菜はありますかピーマンが大好きです。 素晴らしい歯ごたえと甘みが加わりますピーマンは最高ですよ食感と栄養を考えてブロッコリーを加えるのもおすすめです良い選択ですね必ずいくつか拾ってみます新しいレシピを試していますかはい 通常のパスタの代わりにズッキーニの麺を使用する新しいパスタのレシピを見つけました。それは面白そうですね。ズッキーニの麺は低炭水化物の素晴らしい選択肢だと聞いたことがあります。本当にそうなんです。伝統的なパスタ料理を変える楽しい方法です。 それを試してみる必要があるかもしれません。作ったらどうなるか教えてください。私はします。新しいレシピを見つけたら、私にもシェアしてください。絶対にアイデアを共有すると、料理はいつももっと楽しくなります。レッスン3追いつく アンナさん、お久しぶりです。元気でしたかこんにちは、ジョン。私は素晴らしかったです。あなたはどうですか何か面白いニュースはありますか実は海岸への週末旅行から帰ってきたところです。爽やかでした。それはすごいですね。 私はビーチが大好きです。そこで何をしましたか私たちは海岸線を探索したり、泳ぎに行ったり、地元の魚介類を試したりしました。うん、新鮮な魚介類は最高です。好きな料理はありましたか絶対にクラムチャウダーは素晴らしかったです。 とてもクリーミーで風味豊かでしたほとんど味がわかりますクラムチャウダーを家で作ってみたくなりましたそれは素晴らしいアイデアですね料理はその思い出を再現する楽しい方法ですその通りあなたはどうですか最近何か新しい趣味を見つけましたか はい。私はサーフィンの仕方を学び始めました。大変だけどとても楽しいです。サーフィンって爽快そうですね。良い波をつかむことができましたかいくつか。練習は必要ですが、ようやく乗れたときは最高に気持ちいいです。きっと。 それも素晴らしいトレーニングになるはずですよく行きますか天気が許せば毎週末行くようにしていますそれは私の新しいお気に入りのアクティビティですそれは感動的ですね5日後一緒したいと思います爆発みたいですね絶対に サーフィン仲間が欲しいです。一緒にビーチでの一日を計画しましょう。レッスン4料理の冒険ねえ、アンナ、私は次の料理の冒険について考えています。それは刺激的ですね。あなたの料理冒険リストの次は何ですか 自家製パスタを一から作ってみたいです。とてもやりがいがあると聞きました。ああ、それは素晴らしいアイデアですね。製パスタは市販のものより断然美味しいです。その通り、いくつかのビデオを見ましたが、とても楽しいプロセスのようです。 特定の種類のパスタを念頭に置いていますかヘッドチーネを作ろうと考えていますクリーミーなソースとの相性も抜群ですうん、ヘッドチーネアルフレッドは私のお気に入りの一つですソースも作るつもりですかはい、バター、クリーム パルメザンチーズを使って定番のアルフレッドソースを作りたいと思っています美味しそうですね風味を高めるためにニンニクを加えることも検討してください素晴らしいアイデアですねニンニクはいつも美味しさを引き立てますこれまでにパスタを作ったことがありますか 私も一度やったことがありますが、少し難しかったですが、それだけの価値はありました。味は信じられないほどでした。想像できるよ。私のような初心者のためのヒントはありますか絶対に、精地をよく練って伸ばしてから休ませてください。 アドバイスありがとうございます。それは覚えておきます。料理セッションに参加しませんか。私は死体です。一緒に料理をしたり、笑い合ったりするのは楽しいでしょう。素晴らしい。私たちの料理の冒険を楽しみにしています。レッスン5内省の力 なあアンナ内省することの利点について考えたことがありますか絶対にそれは個人の成長にとって非常に価値のあるものだと思います私の場合それは自分の行動や思考のパターンを特定するのに役立ちますそれは素晴らしい点ですそれらのパターンを認識すると 意味のある変化がもたらされる可能性がありますその通り、時々、自分が異なる状況でも同じように反応していることに気づきそれは目を見張るものがありますはい、それは私たちの習慣を良くも悪くも映し出す鏡のようなものです内省するための具体的な方法はありますか 私は自分の考えを定期的に日記に記録するのが好きです。自分の感情や経験を処理するのに役立ちます。ジャーナリングは素晴らしいツールです。精神的な明晰性を高める効果もあると聞いたことがあります。絶対に物事を書き留めることで、対処しやすくなることがよくあります。 感謝日記を始めようかと検討中ですそれは私の視点を変えるかもしれないと思います素晴らしいアイデアですね感謝していることに焦点を当てると全体的な気分が向上しますポジティブな瞬間を振り返ると困難な時期のバランスが取れていることに気づきました「絶対に」。 すべてはバランスを見つけて自分自身に優しくすることです。同意します。内省は、自分への思いやりを養うための強力な方法となります。その通り、もっと頻繁に振り返り、お互いの洞察を共有することに努めましょう。 それは嬉しいですね。お互いの成長を応援できる素晴らしい環境です。レッスン6朝の不幸おはよう、アンナ。よく眠れましたかおい、ジョン。はい、しかし問題があります。いや、何が起こったのですか 起きたらお湯がないことに気づきました。それはイライラします。ヒーターが作動しているか確認しましたかやった壊れてしまったようです。配管口を呼ぶ必要があるかもしれません。それは良いアイデアのように思えます。 暖かいシャワーなしで一日を始めるのは楽しくありません。その通り、本当に楽しみにしていました。あなたはどうですかおやすみなさいましたかしたのですが、外の騒音のせいで早く目が覚めてしまいました。なんてこった。何が起こっていたのでしょうか。 彼らは近くで建設作業をしていましたかなりうるさかったですそれは迷惑です騒音の中でリラックスするのは難しいです本当にそうなんです音楽でそれをかき消そうとしましたがあまり効果がありませんでした想像できるよ場合によっては。 混乱を受け入れることが最善の場合もあります。真実。次回は良い耳栓を購入する必要があるかもしれません。それは賢いアイデアですね。それはあなたの睡眠の質に大きな違いをもたらすかもしれません。確かに。そして最後に熱いシャワーを浴びると、気分はずっと良くなります。 絶対に、配管工も私の問題をすぐに解決してくれることを祈りましょう。指を交差させました。一日の始まりが良いと、すべてが良くなります。レッスン7ハイテクホイールねえ、アンナ、最新の電気自動車モデルを見ましたか こんにちは、ジョン、はい、彼らについてのプレゼンテーションを見ました。すごいですね。私は当然知っている。このテクノロジーはまさに驚異的です。どれが目に留まりましたか。自動運転機能も搭載。車が自動運転している間、ただリラックスしているところを想像してみてください。 それはすごいですね。しかし、コンピューターに運転を任せても安全だと思いますかそれは良い点です。信頼性に関してはまだ若干の懸念があります。どう思いますか適切な技術とテストがあれば安全であると信じています。さらに、事故も減るかもしれません。 確かにそうですが、運転の楽しさはどうでしょうか私は自分をコントロールしている感覚が大好きです。わかりました。高性能車を運転するのは何か爽快な気分になります。その通り、レーンアシストなどの高度な機能を備えた車を運転したことがありますかはい。最近試してみました。 ゆっくりと車線に戻っていく様子はとても魅力的でしたうわぁ、それはクールですねそれをぜひ体験してみたいです買うと思いますか予算があれば間違いなくそうしますまるで未来を垣間見たようなものです確かに 10年後の車はどうなっているだろうか、何か予想はありますかもしかしたら空飛ぶ車、あるいは渋滞を回避するために相互に通信できる車両もあります。それは素晴らしいですね。もう二度と渋滞に巻き込まれないことを想像してみてください。 そししてて環境への影響も考えてみましょう。よりクリーンな車は本当に地球に役立つ可能性があります絶対にテクノロジーが私たちの生活をどのように変えることができるかを考えるのはとても楽しいです自動車の世界でついにどんなイノベーションが起こるのか楽しみですレッスン8「履歴書の力」。 ねえ、アンナ、私は強力な履歴書を持つことの重要性について読んでいましたこんにちは、ジョン、それは素晴らしいトピックですね本当に違いがあると思いますか絶対に、丁寧に作られた履歴書はすぐに雇用主の注目を集めることができます同意します それは紙のののの上でで第一印象のようなものです。何を含めるべきだと思いますか重要なスキルと経験が重要ですあなたがその仕事に何をもたらすことができるかを示す必要がありますはいフォーマットも重要だと思いますきれいなレイアウトにより読みやすくなります絶対に。 乱雑に書かれていると、雇用主はそれを読み終えることさえできない可能性があります。誰かの履歴書作成を手伝ったことがありますかはい。先月友達を手伝いました。私たちは彼の功績を強調することに重点を置きました。それは賢いですね。その後、彼は何かインタビューを受けましたか 彼はそうしました。彼は2回の面接に呼ばれました。それは素晴らしいことです。わあそれは印象的ですね。職務ごとに履歴書を調整することも重要だと思います。その通りそれはあなたがその特定のポジションに本当に興味があることを示しています。そして 最も関連性の高いエクスペリエンスを強調することができます。右、最近履歴書を更新したことがありますか実際、そうしました。受講したオンラインコースから新しいスキルを追加しました。それは素晴らしいことです。今日の雇用市場では継続的な学習が鍵となります。 真実、カバーレターはまだ必要だと思いますか個人的なタッチを加えて、あなたの動機を説明できると思います。はい、履歴書の事実だけを超えて、あなたのストーリーを伝えるチャンスです。その通り、競争の激しい仕事環境で目立つことがすべてです。 実際にどれだけの人が時間をかけて履歴書を完成させようとしているのだろうか。意外ですね。多くの人はその重要性を過小評価しています。少しの努力で大きな成果が得られます。レッスン9歴史の英雄ねえ、アンナ。 私はハリエット・タブマンと彼女の驚くべき旅について読んでいましたこんにちは、ジョン彼女は素晴らしい女性でした最もインスピレーションを受けたのは何ですかまるで古代の英雄のように多くの人を自由に導いた彼女の姿が大好きですそれは本当だモーセがイスラエル人をエジプトから導いた様子を思い出します その通り、二人の人物は、困難な時代に計り知れない勇気とリーダーシップを示しました。彼らの物語は今でも人々にインスピレーションを与えていると思いますか絶対に、彼らは私たちに回復力と正義のための戦いについて教えてくれます。同意します。彼らの行動が歴史の流れをどのように変えたかは興味深いです。 はい、ハリエットタブマンの努力は地下鉄道において極めて重要でしたモーセはどうでしょうか彼の物語は多くの宗教や文化の中心となっています右彼は多くの人々の解放と希望を象徴しています。 彼らの教訓を今日の生活にどのように応用できると思いますか彼らと同じように私たちも正しいことを主張し困っている人たちを助けることができます力強いメッセージですねどんなに小さなことでも変化を起こすことが大切ですその通り あらゆる親切な行為は、私たちのコミュニティに波及効果を生み出すことができますストーリーテリングは、彼らの遺産を生かし続ける役割を果たしていると思いますか絶対に、彼らのストーリーを共有することは、他の人を教育し、将来の世代にインスピレーションを与えるのに役立ちます。私は 物語が異なる文化や時代の間のギャップを埋める方法が大好きです。はい、それらは私たちに共通の人間性と、私たちが乗り越えてきた困難を思い出させます。これらの人物に敬意を表し、彼らの旅から学ぶことが重要だと思いませんか絶対に、彼らの勇気は、 私たち自身の人生において勇敢であるよう動機づけてくれるはずですレッスン10発見の旅ねえアンナ私は自分の情熱を見つける旅について考えていますこんにちはジョンそれは興味深い話題ですね何がそれを反省させたのですかエレンのように 人々はしばしば苦しみながらも、最終的には自分の転職を見つけるという話を読んだことがあります。ああエレンが大好きです。彼女の成功への道のりは、忍耐が報われることを示しています。その通り、朝鮮は最終的には素晴らしいものにつながる可能性があることを思い出させてくれます。 誰もが発見されるのを待っている独自の情熱を持っていると思いますかそう信じます。それを明らかにするには、時間と探索が必要な場合があります。それは本当だ。私たちの情熱を発見する方法は何だと思いますか新しい活動やボランティアに挑戦すると、 新しい興味に目が開かれることがあります素晴らしいアイデアですねワークショップやクラスに参加してたくさんのことを学びましたはい、そうした経験の中での新しい人々との出会いも私たちにインスピレーションを与えてくれます新しい情熱を見つけるのに遅すぎると思いますか全くない 多くの人は人生の後半に新しい情熱を発見し成功します感心します。それは成長と変化はどの年齢でも起こる可能性があることを示していますその通り、すべては心を開いてリスクを冒す姿勢を持つことです失敗についてはどうでしょうか それは私たちの情熱を見つけることにどのように影響するのでしょうか失敗は不未来になることもあるそれぞれの挫折は私たちに貴重な教訓を教えてくれます同意しますそれは回復力を構築し途中で目標を洗練するのに役立ちますそして 時にはいそれはプロセスを楽しみ自分自身について学ぶことです自分のエレンオを見つけるのは難しいかもしれませんが報酬は間違いなくそれだけの価値がありますレッスン11「音楽の魔法」。 ねえアンナコンヘンデルのメサイアーを聞いたんですが本当に感動しましたこんにちはジョンそれは古典的ですね1743年にロンドンでデビューしたことをご存知ですかはいこの曲はロンドンの舞台のためにヘンデル自身が準備したものだと読みましたその通り 彼がオーケストラと合唱団を組み合わせた方法は、ただただ素晴らしいです。メサイアで一番好きなところは何ですかハレルヤのコーラスが大好きです。とても力強くて元気づけられます。本当にそうなんです。この作品のエネルギーは、お祝いしたくなるものです。 それがライブで演奏されているのを見たことがありますかまだですが、ぜひそうしたいです。ライブ音楽には何か特別なものがあると思いませんか絶対に雰囲気は電気的で、部屋中に感情を感じることができます。何か楽器を演奏しますか ピアノを弾きます。自分を表現し、リラックスするのに最適な方法です。素晴らしいですね。私はずっと楽器を習いたいと思っていました。ヒントはありますかウクレレなどの簡単なものから始めましょう。楽しくて手に取りやすいです。 それは素晴らしいですね。多分試してみます。自分で音楽を作曲しますか。ちょっと手を出してます。メロディーやリズムを試してみるのは楽しい方法です。すごいですね。音楽を作れる人は誰でも尊敬します。魔法のように感じます。 本当にそうなんです音楽には文化や時代を超えて人々を結びつける方法があります全く同感ですとても深い感情や記憶を呼び起こすことができますまたパフォーマンスなどのイベントは忘れられない共有体験を生み出すことができます確かに メサイアンには時代を超越した、誰もが共感できる魅力があると思います。レッスン12雰囲気の芸術やあ、アンナ。私は家に落ち着く雰囲気を作り出すためにキャンドルを試しています。こんにちは、ジョン。素敵ですね。どのような香りを使っていますか ラベンダーとバニラを使用しています。彼らは心をリラックスさせるのに本当に役立ちます。素晴らしい選択ですね。キャンドルにも色を加えてみませんかはい。色が気分に影響を与えると読んだことがあります。何色が一番効果的だと思いますか 柔らかい青や緑は心を落ち着かせ温かい黄色は元気を与えてくれると思いますそれは面白い鮮やかな色のキャンドルを見たことはありますがその効果については考えたこともありませんでした右。それぞれぞの色でで異なる雰囲気を演出できます。自分でキャンドルを作ってみたことがありますか まだでですす。が、ぜひそうしたいです楽しくてクリエイティブなプロジェクトのようですそうです気分やインテリアに合わせて香りや色をカスタマイズできます始めるにはどのような材料が必要ですかワッックス、芯エッセンシャルオイル、オイだけ。とても簡単です。 実現可能ですね。友達を誘ってキャンドル作りパーティーを開くかもしれません素晴らしいアイデアですね絆を深めて一緒に何かを作るのは楽しい方法かもしれませんその通りさらに誰もがユニークなキャンドルを持って帰って家で楽しむことができます。 好きな香りや色で空間をパーソナライズする素晴らしい方法です。それがどれほど居心地が良いかは、すでに想像できます。お気に入りのキャンドル作りのヒントはありますか少量から始めて、香りと色の様々な組み合わせを試してください。素晴らしいアドバイスです。 キャンドルの冒険を始めるときはこのことを必ず念頭に置きますどうなるか楽しみです自分自身の雰囲気を作り出すことはとてもやりがいのあることです絶対に自分の空間で安らぎを感じるものを見つけることがすべてですレッスン13「ショッピング戦略」。 ねえ、アンナ、今日の買い物リストには何が入ってるのこんにちは、ジョン。おはようございます。生鮮食品と乳製品が必要です。いいですね。特定の果物や野菜はありますかリンゴとほうれん草を買った方がいいと思います。二人とも本当に健康ですね。 素晴らしい選択ですね。他に加えたい野菜はありますか人参はどうでしょうか汎用性が高く、さまざまな料理に使用できます。完璧。おやつにも最適です。乳製品はどうでしょうか牛乳とヨーグルトを買うべきです。 カルシウムの優れた供給源です。同意しました。普通のヨーグルトとギリシャヨーグルトのどちらが好きですかギリシャヨーグルトが大好きです。厚みがあってタンパク質も多く含まれています。あなたはどうですかどちらも好きですが、朝食にはギリシャヨーグルトがおすすめです。 それは健全な選択です。あなたは普段ヨーグルトに何か加えますか？はい、私はフルーツとハチミツを少し加えるのが好きです。すごく美味しくなりますよ。うん、私は通常クランチのためにグラノーラを追加します。それを試してみましたか？私は持っている。 素晴らしい組み合わせですね。他に何をリストに含めるべきでしょうか軽食が必要かもしれません。ナッツや全粒クラッカーはいかがですかそれは良いアイデアですね。健康的で持ち運びに最適です。その通り。 栄養価の高いメニューが用意されているのは嬉しいですね。他に何か忘れていませんかパンかパスタかなはい。サンドイッチには必ずパンが必要です。パスタは簡単な夕食に最適です。完璧。充実した買い物リストがあるようです。 確かに、滞在中にセールがあるかどうかを確認してみましょう。良い考えですね。ショッピング中に少しお金を節約するのは常に良いことです。見てくれたあなた、ぜひチャンネル登録、いいね、シェアしてチャンネルにご参加ください。あなたのサポートは、より素晴らしいコンテンツの作成に役立ちます。